平野勲には、米国、ハワイを拠点に活動する、写真家、映画監督、彫刻家である。ハワイ大学マノア校芸術学部彫刻家卒。1968年で生まれすぐに、東京都豊島区へ。後に、埼玉県カスカ市へ。ホノルルハワイ在住。1986年、埼玉県立岩月高等学校を卒業後。 宝田明のミュージカル劇団に入団する。90年に渡米し、91年、アラバマ州、ギャズデンステートコミュニティ大学に入学。93年に卒業するまでの間、アメリカ本土の全48州を車で回り、写真を撮影する。同年、渡しぬの。99年に、ハワイ大学観光業経営学部、2001年に、 同大学芸術学部彫刻家を卒業し、ハワイを拠点にプロのフォトグラファーとして活動を始める。9年にとふつ、拠点をフランス・パリに移す。以後現在までニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリ、東京などのファッションショーを回り、コレクションやバックステージ、ストリートスナップ、ポートレートなどを撮影している。ファッションフォトグラファーとしての活動の他に、広告、雑誌、 テレビ、プロモーションビデオなどで人物や商品、風景や建築、スポーツやイベントなどの写真や動画の撮影も行う。アーティストとしては芸術写真や映像作品、彫刻や空間デザインなど作品の制作も手がけている。2012年に世界遺産、統計神社で450年以上続く田辺祭りを撮影した。 写真集、岡鍋祭平野港に写真集を出版した。15年に和歌山県の紀南地方を舞台にした映画、卵を制作し、9カ国18の映画祭で賞を受けた。同年に制作した石堀、卵は、16年に JR 機の国線の和信駅に設置された。17年に拠点をハワイに戻し、18年に世界遺産、熊野古道の四季を撮影した。 熊野古道光の式を出版した。ファッションビューティー、雑誌、広告、TV など、ありがとうございます。